皆様こんばんは、まいまいです。今回は最近よく目にするようになったコモンプレイス手帳術について紹介していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。はい、では早速やっていきたいと思います。で、コモンプレイス手帳術って皆さん聞いたことありますでしょうか？私はなんか最近やたら目にするようになったので、この機会に調べてみました。で、どんな手帳術かっていうと、海外で流行ってるというか、昔からあった手帳術みたいなんですけど、コモンプレイスブックって呼ばれる一冊のノートに日々の思考とかアイデアとか情報を書き留めておいて、で、その書き留めたものを整理することで自分自身のアイデアとか知識を蓄積していくことを目的としている、なんかね、手帳術っていうかノート術なのかなと思いました。で、コモンプレイスっていうのは共通の場所っていう日本語訳にするとそういう意味があるんですけど、もともとはその海外の格言とかことわざを知識として蓄えるための手法だったそうです。結構歴史が古そうですね。で、これをするメリットって何かというと、手帳術としては比較的簡単で手間をかけずに始めることができます。で、あとメモですね、メモを書きっぱなしで結構私は終わっちゃうんですけど、それが書きっぱなしで終わらない、思いついたアイデアとかを消化させることができるっていうのと、あとは自分が今何に興味を持っているのかが傾向としてわかるかなと思います。まあ、一番はその雑記帳とか書いてる、一冊に何でも書いてる方とか、割と情報が埋もれがちだったりすると思うんですね。で、そういうのをちゃんと埋もれさせずに見返しやすくすることで、その情報とかを蓄積してなんか自分のデータベースとして使えるっていうんですかね、そういう感じのことがメリットとして挙げられるかなと思います。で、こんな人におすすめっていうのを考えてみました。おすすめの人はバレットジャーナルを使っている方はすごく相性がいいんじゃないかなと思います。バレットジャーナルって一冊使いしている方が多いと思うんですね。で、箇条書きの手帳術ですけど、バレットジャーナルはコレクションページとして何でも書いたりするし、メモも書いたりするじゃないですか。一冊で管理してると情報がね埋もれがちなので、そういう方にすごくおすすめだなと思います。あとはジャーナリングとかしてる人、なんかジャーナリングっていうのは自分の思いとか考えてることをノートに吐き出すというか書き出して脳をクリアリングするというか、そういう効果があると思うんですけど、そういう時に書いたものって何かしらのアイデアの原石とか、その自分が本当にやりたいと思ってることとか本当の思いを書いてることが多いと思うんですよね。そういうのを拾ってあげられるのかなと思います。あと手帳のフリースペースを使ってる人ですね。例えば、何でもいいんですけど、これはほぼ日のウィークスでウィークリーレフトっていう手帳ですけど、この右ページをメモに使ってる方とかも情報が振り返りやすくなるかなと思います。ほぼ日でもそうですけど、1日1ページタイプでもいいんですけど、情報がすぐ検索しやすくなるかなと思います。とにかく情報がね検索しやすいのが私は一番のメリットかなと思ってます。で、ちなみにバレットジャーナルとコモンプレイスブックの違いは何かというと、バレットジャーナルは割とタスクを消化するというかスケジュール管理とかそういうのに向いてるかなと思っていて、コモンプレイスブックっていうのは、データベース、アイデアを思いついた時に書き留めておいたりとか、そういう自分の知識とかを蓄積する手法かなと思います。で、次にやり方ですね。やり方を紹介していこうかなと思います。やり方、まずはノートとか手帳を用意してください。今使っているものでいいので、今自分が使っててメモ帳とかに使っているような雑記帳的なノートとか、何でもこの一冊に書いておいてあるっていうノートを用意します。で、これが今私が雑記帳として使っているロルバーンなんですけど、キーを用意します。キーっていうとなんか急にバレットジャーナル味があるんですけど、カテゴリー分けをしていきます。例えば私はこんな感じでカテゴリー分けをしたんですけど、4つか5つぐらいがいいのかな。なんかいっぱいありすぎると分かんなくなっちゃうので、例えば YouTube のこととか手帳ノートの使い方とか、今欲しいものだったりお家のことだったりやりたいこととか、あとは豆知識系とか転記すべきこと、このノートに書いてあるけど他のノートに転記したいなみたいなことを、キーとして決めておいて、このカテゴリーに分けてみたいと思います。で、最大のコモンプレイスブックが今流行ってる最大の特徴は、多分この整理の仕方だと思うんですけど、よく紹介されてるのは丸シールをつけていくっていうやり方みたいなんですよね。
まあ、丸シールじゃなくてもオリジナルの記号とか、まあ、ペンとかカラーペンとかでもいいんですけど、これでやっていこう。色分けできるような、見てパッと分かるようなシンプルな分け方がいいかなと思います。例えば YouTube のことは青色にして、手帳ノートの使い方は黄色にして、欲しいものはピンクにして、転記すべきことは紫にするとか、そういう感じで、キーに対応する色を決めていきます。で、この雑記帳をザザザと見返していくんですけど、まあ、コツとしては必要のないものはつけないってことですね。見返すべきものだけつけるって感じです。例えば私は雑記帳に付箋をつけてるんですけど、見返すべきページとして付箋をつけてるんですけど、付箋ってでも内容がわからないじゃないですか。つけたけどこれ何のことを書いてるかわかんないっていう時に、例えばこれは YouTube 関係のアイデアを書いているんですけども、まあこういうのだったらさっき YouTube は青にしたよねっていうことで、こんな感じで印をつけます。そしたら振り返る時に、あ、これは YouTube のことを書いたなみたいなことがわかるので、わかりやすいと思います。で、次、これはミニ録に作りたいリフィルっていうのを書いているんですけど、これは手帳とかノートの使い方なので黄色を貼るみたいな感じ。ノルバーンに黄色貼ったら分かりにくいけど、まあ、分かりやすい色でやってください。で次はこれも手帳とか文具関係のことを書いているので黄色で貼ります。黄色はよろしくないかもしれないけど黄色で貼っとこう。で、ここに丸亀シェイクうどん食べたいっていう、最近丸亀でね、新しいのがね発売されたんですけど、丸亀製麺で、でこういうのも、まあ、やりたいことということでマークをつけとこうかなと思います。やりたいことは欲しいものピンクでつけます。まあ、そうすると振り返った時にこんな感じで色分けされているので振り返りやすいっていうメリットがあります。まあ、これは都度やってもいいですし、後で1週間ぐらいまとめて雑記帳をパラパラっとしてつけてもいいかなと思いました。ちなみに私はあんまり雑記帳にいろいろ書くっていうタイプではなくて、いろんなノートとか手帳を同時に使っているので、すでにカテゴリー分けして書いてるんですよね。なんですけど、書きたい時、必要な時にそのノートとか手帳が手元にいつもあるってわけじゃなくて、なんかない場合も多いので、付箋とかね、そこら辺のメモとかにちょっと書いたりしてたんですけど、なんか情報の一時保存場所としてこういうコモンプレイスブックっていうのが一冊あってもいいなと思いました。で、後で転記するとかそういう感じでもいいのかなと思いました。なんかメモを取りたいって思った時に、これってどのノートに書くんだっけって迷うのはあんまり頭のね、選択するっていう頭の容量を使っちゃうことなので、あんまりしたくないので、こういうの一冊書くっていうのを決めておいた方が、まあ、疲れないのかなと思いました。まあ、やっぱり一番おすすめなのは一冊使いされてる方にはすごくおすすめかなと思いました。でね、私はいろんなノートにメモを書くんですけど、ロルバーンの M に書いた、まあ、例えばこういう日記、雑記的なことをなんかね、アイディアを書いていたりするんですね。ノートに使いたい素材を入れておく箱を作った方がいいかもみたいな、そういうことを書いてるんですけど、こういうのも、シールを貼ったらいいなとは思うんですけど、なんかすでにデコして飾ってあるのだとあんまりね、シールが目立たなかったりとか、そのデコの世界観を壊しちゃうみたいなことがあるので、割となんだろうね、日記とかデコ日記とかに使うよりは、本当になんか雑に書いてる雑記帳とか、雑に書いてなくてもいいけど文字だらけの雑記帳とかの方が検索性は上がるのかなと思いました。まあ、それか見返したいっていうことに関して、すでにインデックスとかでタイトルをねちょこっとつけてる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、それはコモンプレイス手帳術です。まあ、すでにやってらっしゃる方もいるかもしれないんですけど、雑記帳を見返しやすくするっていう手帳術なのかなと思いました。というわけで、まあ、すでにやってる方も多いかもしれないですね。で、まとめますと、この雑記帳とかノート一冊でできて、丸シールとか
まあドットペンとかでもいいんですけど、こういうドットペンとかマーカーでもいいですし、そういうのでノートを見返しやすくして自分のデータベースを整理していくっていう手法かなと思います。はい、というわけで今回も見てくださりありがとうございました。なんか雑記帳っていうよりコモンプレイスブックって言った方がかっこいいのでそんな感じで雑記帳のことをコモンプレイスブックって呼ぼうかなと思いました。というわけで皆さんの何かしらの参考になれば嬉しいです。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。